皆さん今マギの販売手数料マイナス 10% になってるのご存知でしょうか。まあ、ご存知だと思うんですけど、この企画あまりにも突発的に始まったんで、いまいちヤバさ分かってない方多いんですよ。そこで今回はいかにこの企画が年狂ってるかについて解説していきます。まず大前提として、販売手数料がマイナス 10% ってどういうことかって話なんですけど、まあ、通常メルカリだと1000円で商品売ったら手数料 10% 引かれて出品者の元には900円が入ります。これがマギの場合だと1000円で商品売ると手数料がマイナス 10% なんで、出品者の元に1100円入るんですよ。なんでだと思います？なんでなんでしょうね。ちなみに僕昨日マギで1500円のリパ600パック売ったんですけど、これだけでポイントが9万円分入ってます。なんでだと思います？このキャンペーン9月6日までなんですけど、9月6日中に出品さえしとけば9月7日以降に売れても 10% ボーナスはもらえるらしいです。で、こんなことしてマギ潰れないのって思う方多いと思います。そこで僕軽く予測してみたんですけど、マギでの1日の売り上げってどれだけ多く見積もっても1000万はいかないんですよ。まあなので、万が一1000万売り上げたとしても手数料がマイナス 10% なんで、マギ側の損失は1日100万円なんですね。でもって、このキャンペーンが8月30日から9月6日までの7日間なんで、まあ言うて数百万程度で損失収まるのかなと思ってます。まあマギクラスの企業がこの程度の出費で潰れるわけないので、まあよっぽどのことがなければマギは大丈夫です。まあ万が一これで来週からうちの動画に広告つかなくなったら、よっぽどのことがあったと思ってください。というわけで、マギのサイトは概要欄のリンクから飛べますので、皆さんそちらから行ってください。あと3日僕はマギを破産させる気で出品します。それでは。はい、まあ、ちょっとこの動画の編集中にですね、マギから購入者側も 3% ポイントバックするっていうツイートが流れてきました。なんかいいねが1000超えたら実装するそうなんで、このツイートも概要欄に貼っておきます。まあ、1万いいね目指しましょう。それでは改めてご視聴ありがとうございました。